And now, ladies and gentlemen, it's time to meet your racers for final race! スペシャルマッチ第10レース決勝戦、選手の入場です！Number one, white, Harada Ryota! Number two, black, Tokuda Takumi! Number three, red, Umeda Kazuya!Number 4, Blue, Anai Toshihisa! Number 5, Yellow, Wakahara Hidenobu! And number 6, Green, Tanaka Hiraki!いろんな思いですね。ベテランはさすがになんかこう余裕があるようなね。そうですね、見えましたね。笑顔だったり、興奮だったりありましたよね。さあ、では間もなく決勝戦スタートいたします。皆さん一体となって選手にパワーを送りましょう。 For the final race! Clap, clap, clapP6 Championship Japan Hero Special Match Final Race! Clap, 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 clap! さあ、スペシャルマッチ決勝戦、いよいよレースがスタートいたしました。スタートポジション順に選手を改めてご紹介してまいります。先頭は4番ブルー穴井俊久、2番手は6番グリーン田中宏明、3番手注目度ランキング第3位、3番レッド梅田和也、4番手につけるのは注目度ランキング第1位です、1番ホワイト地元千葉県原田亮太、そして5番手は5番イエロー若原秀信、そして最後方2番ブラック徳田匠というスタートポジションですが、早速入れ替わっております。現在先頭は3番の梅田、1番の原田は2番手、そして3番手に5番イエロー若原秀信、注目度ランキング第2位の2番ブラック徳田は現在4番手という序盤です。さあ現在3周目バックストレッチ、3コーナー、4コーナー、レースはぐんぐん加速していきます。間もなく4周目、ペーサーが外れてレースが加速します。オーライファイナルレース、さあ先頭は3番の梅田だが、さあ仕掛けてきたのは2番の徳田も2番手につけてきた、1番の原田は現在4番手あたり、さあ6番の田中が3番手だが、原田が来た、原田が来た、そして徳田も仕掛けていく、徳田も合わせていく、さあ徳田が先頭に立ったが、徳田が先頭に立って、現在5周目、3コーナー、4コーナー、スピードにぐんぐん乗る、さあ最終周、ファイナルラップ、先頭は徳田、先頭は徳田、2番手は6番の田中、さあ原田はどこにいる、原田は現在後方か、2番の徳田が現在先頭、3コーナー、さあストレッチ、今フィニッシュ、2番の徳田1着、そして6番の田中、5周目ぐらいからですかね、うんうん、そうですね、仕掛けていってそのまま、そのまま1着でゴールラインを通過しましたよね、うん、さあそしてその後ろはナンバーシックスグリーンの田中選手でしょうか、はい、第2位田中宏明選手、見事このスペシャルマッチを制したのは徳田匠選手です。
どうも今日はありがとうございました。まさにこの前 の小野田君じゃないですけど、あ、大佐野君じゃないですけど、よもやよもやでした。最近あんまり注目されることもないんで、なんか変な感じですけど、なんか嬉しいです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして第2位田中大明選手、どうぞファンの皆様一言お願いします。はい、僕もまさかの2着ですけど、はい、昨日徳田君について強さを実感したんで、はい、穴井さんの作戦も分かってたんで、なんとか徳田君の番手を死守できてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、そして見事スペシャルマッチ第1位に輝きました徳田拓海選手、おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ今の率直なお気持ちをお聞かせください。はい、まさかあんな形で先行して勝てると思ってなかったんで、はい、素直に嬉しいです。今日は決勝レース前はどんな気持ちでレースに臨みましたか？はい、もう早めに前の方に上がって前で勝負しようと思ってたんで、はい、ぴったりはまりました。うまく作戦がはまっての優勝という素晴らしいレースになりました。さあ、では徳田選手、最後にこれをご覧いただいているファンの皆様に一言お願いいたします。はい、先行すればいいことあるんで、はい、これからも前で勝負できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ピスト6チャンピオンシップジャパンヒーローズスペシャルマッチベスト3は以上の3名の選手でした。今一度大きな拍手をお送りください。コングラチュレーションズ。